大山桜は、バラカ桜族の落葉鉱木の桜。日本に自生する10もしくは11種ある桜族の基本野生種の一つ。別名、エゾ山桜、ベニヤマザクラとも呼ばれる。標準和名大山桜の由来は、山桜に比べ花が大きいことによる。花色の特徴から、ベニヤマザクラ、北海道に多く生育していることから、 江戸山桜の別名がある。アイヌ語名はカリンパニ。英語圏での呼び名のサージェント、エスチェリーと学名の由来はアメリカの植物学者チャールズ・スプレーグ・サージェントにちなむ。なお、関東以北では販売用の山桜表記の苗木には山桜ではなく本種が使われていることがある。分類学上の種としての大山桜は東アジアの霊園体を中心に分布する。 日本の市政権が及ぶ範囲では、北海道や本州、四国で、主に、日本海側に分布する。日本の市政権が及ばない地域と外国では、南千島、樺太、中国、朝鮮半島、ロシア沿海州などに分布する。北地や、高齢地の山に自生する。種の海分類の変種のレベルでは、大山桜と霧立山桜に分類され、 大山桜の分布域の最南端の九州に生息するのが霧立山桜で宮崎県五ヶ瀬町の白岩山周辺にのみ分布する。石灰岩という特殊な環境下では珍しい植物が自生しやすく白岩山もこれに該当する。同じ霊温帯に分布する霞桜に比べて湿潤地でより自然度の高いブナの天然林に生息している傾向がある。 大山桜より霞桜の方が一週間ほど夏季が遅いためある程度は主観雑種を避けられているが時期が重なって咲く個体がある場合は主観雑種が生じこうして生まれた個体は赤月桜と呼ばれることもある落葉紅葉樹の高木で樹高は10から20メートルほどになり大きいものでは20メートルを超える樹形は広玉子状小枝が紫褐色で ハイカシュの山桜とは異なる。カキは4から5月。一重咲きで直径3から4.5センチメートルの中和から大輪の花を咲かせ、花弁の色は山桜やソメイヨシノに比べて比較的濃い紅色。花弁は5枚で、おしべは35から38個、めしべは1個つく。花女は3型状で花柄がほとんどなく、花芽の輪ペが著しく粘る。 歯が花と同時に展開する。若葉は赤く、開花期はまだ小さい。歯の大きさは8センチメートルから15センチメートル程度の長卵型。気部は円形から心臓型で、円はノコギリ状。成木では、裏面が白色を帯ごせいしている。若いものは赤色をしているが夏には暗い緑色に変化する。秋になると、葉は紅葉し、赤、黄色。 橙色と様々に色を変える。歯には毛が少ないかなく、なりきで襟面に白色を帯びることで霞桜と区別できる。夏季は6月。果実は直径1センチメートルほどの休憩で熟すと四国色になる。鳥がよく食するが人間にとっては小さく目立たないため食用にはされていない。 比較的寒さに強いため、日本では北海道や東北地方を中心として観賞用や街路樹として積極的に植樹されている。桜の中では紅葉が見事で枝が傘状より横に広がらない広玉上であることから関東以北では山桜を植樹する際に山桜よりも好まれる傾向がある。また日本国外でも 同様に利用されており、アメリカや英国には1908年に移入された。気象庁の桜の開花予想の標本機に、全国的に使われているのはソメイヨシノであるが、気候による生育問題から例外的に、札幌伊東根室伊勢では、大山桜、根室市は、千島桜、沖縄県は、ニヒ桜が使用されている。 幅が20軒あることから20軒道路と呼ばれる通りに約3000本の桜が直線約7キロメートルに及んで咲き渡り見渡す限り一直線に続く桜並木となっている日本の桜名所100選日本の道100選新日本街路樹100系北海道遺産に選定され毎年多くの花見客で賑わう国体樹形台には 厚岸町の天然記念物である樹齢170年を超える老王寺を見どころに千島桜など約120本の桜が花開く。近くの根の日公園では厚岸港を望み約1200本の大山桜が開花する。どうせ作るなら世界一の桜並木にしたいという地元総案者のもと1985年から始まった桜並木作り。 総延長 20km にもわたる長い道を、大山桜を中心とした6,500本もの桜が植樹され、どこまでも続く桜並木となっている。標高 800m の高台に広がる画面が、森牧場では、樹高約 6m、間約 3.5m、枝張り約 15m となる大山桜が、支柱もなく、枝を大きく広げた姿を見られる。 標高600メートルの西沢高原に開かれた放牧場では広い敷地内に大山桜が実生し、点在する野生の大山桜群を見ることができる。推定樹齢300年、樹高10メートル、幹回り5.2メートル、枝幅17メートルの見事な枝ぶりの巨木である。群馬県の天然記念物に指定されている。境内にある野中桜は、大山桜が、 天然変形したものである。花は、計約6センチメートル、過剰ごとに2個から3個の濃厚大輪の美しい花を咲かせる。植物学上でも貴重な品種のため、国の天然記念物に指定されている。推定樹齢130年、樹高約20メートル、幹回り5.1メートルにもなる巨木で、花は、色濃いコー色の鮮やかな桜を咲かせる。 長野県の天然記念物に指定されている。山桜、大山桜、霞桜、大島桜、江戸悲岸長寺桜、豆桜、高根桜、宮間桜、熊野桜の10種。疑義のある寒飛桜も含めると11種。ありがとうございます。